いきなり閉じちゃってる。ファンの人が応募したやつを1個取りましたんで、じゃあこれ早速 NHK ザ・カバーズにて披露された赤いスイートピーをカバーしていましたが、マザー聖子さんのこれからカバーしてみたい曲はありますか。英語の歌とかそれストーンズとかちょっと改めてちょっとカバーしたりとかすると楽しそうだなというふうに思ってます。はい、意外にこういっぱい入ってますね。渋い質問ですみたいな。古墳のどこに一番魅力を感じますか。一番好きな古墳はどちらの何古墳ですか。30代の後半ですね、あの俺の道っていうアルバムを作った頃なんですけど、車の免許を取って埼玉県で結構ドライブするとゆっくり走ってても景色がいいんですよ。で、埼玉古墳群っていうのがあって、毎晩車で夜になるとその加蔵っていうところで降りて車でうーっつって埼玉古墳群を遠方からシルエットで前方後円墳を見るっていうことを毎晩やってまして、でやっぱこう充実してたなのあれはあれでみたいな、この新幹線で帰ってきながら思ってて、挙句にですよ、これが結構面白いんですけど、加蔵の高速道路 あのおじさんっていうんですかね、そのこの中の人にどうも毎度こんばんはみたいな、毎度みたいなこと言われるぐらい毎晩言ってたんですね。だからその先玉古墳群っていうのは一番馴染みがあります。月太陽風は歌詞に多く使われますが、雪は私の知る限り見当たりません。雨はあります東京育ちの宮本さんにとって雪はあまり馴染みのないものなからでしょうか。でも子供の頃やっぱり結構東京も私たちのところは北区と赤羽っていうところなんですけど、結構あの北風がいっぱい吹いて寒くて、で年に3回ぐらいは結構積もるんです。雪合戦やったりとかするぐらい結構積もって、でもおっしゃる通り雪の思い出っつって、まあ、雪合戦、その中学校の時の雪合戦とかぐらいしかないんで、確かに雪の曲っていうのはこれ作ってくるっていうことだと思うんだけど、なかなか取材してやっぱちゃんとこうクリスマスとかね、そういういいシーズンだから、そういう思いをまたそうやってこう込められれば、雪の歌とかクリスマスの歌とかもあのチャレンジしてみたいっていう気持ちはどっかにあるんですけど、なかなかすぐっていうことはほどやっぱ雪には確かに馴染みはないかもしれません。やっぱり努力して作るっていうことになるのかもしれません。はい、次、禁煙したけどタバコを吸いたいって思うこと未だにありますか。でもないですね。はい、ないです。たまにあの気分がいいと、綺麗な景色とか見ると手持ち無沙汰なんで、なんかこういう風にやることありますけど、タバコは大丈夫になりましたね。全然今のところまた分かんないですけど、今のところ大丈夫です。はい、宮本さんはたくさんの方々を勇気づけている方で、そうですか。ありがとうございます。宮本さんがこの曲に救われたという曲はありますか。まあ、救われたっていうとあれですけど、でもやっぱコンサートでこの間ストーンローゼスの武道館のコンサート行ったら、俺こんなにストーンローゼス好きだったっけっていうぐらい号泣しちゃってびっくりしましたね、自分で。だからコンサート行くと結構スカッとしてることが多いですかね。スタジオに缶詰になられる時の息抜きは何ですかって、みんなこう真面目な質問が多くて非常に、あれですけど、ありがとうございます。コーヒーを飲むことですかね。優等生のことはですけど、まあ、でも本当に息抜きってそういうことかなと思うんですけど、はい、あと曲、音楽聴いたりとか、はい、以上です。こんなもんでどうでしょう。